めたのだ。まるでダメだな。
おう。取りに来た子供ってのはお前らだな。欲しければ戦って取るんだな。お前の動きは見切った。お前の動きは見切った。多すぎる。一旦離れるぞ。なんだって逃げろってのかよ。大先生を治すのに花を届けんだ。ネジの言う通り、そっちが優先だ。よし。
ああ。やる気が。できたぞ。まるでダメだな。お前たちには礼の言葉もない。楽勝だって。何が楽勝だバカ。全然楽じゃなかったろうが。ガイ先生、わからないんですが、一体どういう病気なんです、この花の薬効は。ああ、これか。あ、これは俺専用の特別調合シャンプーに欠かせない材料だ。この花が心ときめかす香りをもたらしてくれる。そんな、先生言ったじゃねえか、緊急事態だってさ。
その通り、乱れた髪を見せて歩くなど私の心情に反する。冗談だろ。気づくべきだった。しかし分かんないね。そんな理由でこの子たちを森に行かせたの？お前、この花ならそこら辺にあるだろうに。門のすぐ外にだって咲いてるじゃないの。それに俺たち襲われたってばよ。花は渡さねえってやつらに。ああ、あいつらか。いい考えだったろう。俺が雇った。なんで？何事も限界まで己を試すことなくしてはやるだけの意味がない。ただ単に花を摘むだけの行為でも有益な訓練となりうるのだ。信じらんねえ。君たちは見事に試練に耐えた。だから大いに報いられる。ありがとう少年たちよ。あ、実によくやった。よくやった君たち。本当に助かった。さくらちゃん、サスケまでここで何してんだ？あたしが呼んだんだよ。任務に決まってるだろ。そっか、サスケ。俺の真実見せたくてうずうずしてたんだってばよ。おめえもこれからだな。さあ、どうだかな。術は見せびらかすもんじゃないぞ。任務がうまくいって使わずに済むのが一番だ。それじゃあつまんねえってばよ。ナルト、すみません、おかげさま。それで任務というのは？里からそう遠くないところに金山があるな。掘り出した鉱石は荷として運ばれるが、当然そこを盗賊が狙ってくるわけだ。宝石を無事運び終えるまでの道中をお前たち3人で護衛してもらう。難しくはなさそうだな。情報が誤っていたり、お前たちが間違いをしない限りはな。では準備を整えて門の外に集合し出発しろ。おし、第7班再結成だ。俺たちがいりゃ盗賊も逃げ出すってばよ。じゃ出発。